今帰ってきた。というわけで100均の購入品紹介していきます。ほんま今回買ってきたのはもう片付けるよっていうやつ、それ目的で。最近ね、ゲットレディウィズミーみたいな昔やってたやつ、コスメとかはね好きなんですけど、メイクするの自体は苦手で、まあ、だからちょっとメイク動画っていうよりかは、最近使ってる、これ使ってよかったっていうコスメとか紹介しながらコスメ収納をやっていきたいなと思って、これ全部今回ダイソーなんですけど、積み重ね収納ボックス、朝型の、こう、いろいろね、種類があって、それを、ちょっといくつか買ってきました。この方は2つ。あと、ペンシル系とか、ブラシとかが入りそうな、仕切り付きのね、これ取り外しとかできなくて、もともと付いてるやつ。これ1つと、あと、ちょっとこの、深さのある、このペンシル系のボックス用って買ったやつと、同じ深さの、仕切りなしバージョン。これに一旦入れてみて、多分足らないとか、これやった方が便利みたいになってくると思うから、一旦これに収納してやろうと思います。マジでさ、もう自分で思ってるからもう多分みんなも思ってると思うんやけど、ほんまにコスメ収納とかが落ち着かんくて、この前ね、ボックスがあったと思うんですよ。さすがにそれやったらコスメとか入りきらんというか、数は入りきっても大きさがね、結局2つのボックスでいいとかなってたから、最近和合に変えました。ちょっと待って、これウーロン茶飲みかけです。セブンイレブン、ちょっと歩きながら飲んでた。んでコスメ系はあと2つ。ブラシ久々に買った。これね、ここに書かれてるんですけど、極ふわっていうこのシリーズのものを買いました。これは割と持ち運びに便利そうなブラシ。ここでね、シュポってブラシを入れて蓋してシュポ、マスカラとかリップみたいな感じの細いブラシです。ちょっとね、こう、なんだろう、丸くなくって、横長、平べったくなってるタイプです。こっちのブラシは100円商品。で、こっちがね、200円商品です。なんかダイソーでも、こういうブラシ系いっぱいあるんですけど、極ふわシリーズとか、ユアグラムとか、いろいろあって、あんまり何が、どういう毛並みの違いなのかわからんけど、シリーズ的に1個じゃないんやなと思った。ユアグラムもう何回か使ったことあって、極ふわも昔ね、ユアグラムより前から確か出てたんですよ。で、使ったことあって安心感あるんで、これがね、ほんまにふわふわしてて、まあ、100均で高い商品って言っても200円でこういうね、ブラシが手に入るんで。これは持ち手がね、黒のやつもあったけど、ホワイトはね、残り1本でした。あとキッチン系は2つ買いました。前にバターケース買ったんですけど、全然形が合わへんくって使わなかったんですよ。で、これはだいたいこの 10g とかでピッて、この L 字になっているカッターが入ってるみたいなので、それでバターを切って、まあ分量こう調節しやすいよっていう。市販のバター 200g なので、業務用とかそういうこんなね、ブロック状のやつとかは入らないんですけど、まあ一般的なスーパーとかでよく売ってるサイズやったら入るよっていうやつ。バターケースも何種類かあったんですけど、もう一個の方はカッターついてなかったけど、これはカッター付きっていうことで、なんかお得感あってこれを買いました。これ後で実際に収納してみます。で、これも後で実際にこの動画でつけます。IH や、あ、やらかした。え、このさ、IH 隙間ガードっていうやつは、ガスのところで使ったらあかんから、IH って書いてるの？なんかこの前ね、インスタの動画とかバーって漁ってたら、隙間ガードを使われてる方がいて、ガスコンロで。私前の家がね、これ入らなかったんですよ。IH やったけど。今回の家やったらちょっと隙間入りそうと思って、今は抗菌のマスキングテープペタって貼ってるんですけど。え、あかんのかな？どうなんやろ？まあそんなにガスコンロまだ使う機会がないから、まあ一旦ホコリを防ぐっていう意味で、これをね、コンロ周りにやってみようと思います。長さは自分でカットできるやつ。多分ね、太さ的に入ると思うよな。これはまあ動画撮ったとしても Vlog とかの一部になるかな。どれがどれや？スノーホワイトっていうカラー。
のペンキを買いました。ボーカビー塗料、ちょっと量分からんくって同じカラーを3つ買って、この入れ物に 50ml 入ってます。これで 150ml 多い気すんねんけどな、思ったよりシャバシャバしてる。これを3つと、あとトップコート、こっちもシャバシャバしてる。マットん？マット？ツヤ出し？ん？ツヤ消しか。え？あ、ミスった。こうツヤ消しを思いっきりツヤ出しって呼んでた。やらかした。これちょっと使われへんかもしれん。これがね、まあ最後塗るのがこのハケで、リアルスプラトゥーンを今からやろうと思うんですけど、ちょっと見てほしいのが、これはもう初代の家からこのベッドを使ってて、ニトリで買ったベッドなんですけど、収納付きのある。これが、シール買ったって言って紹介した。このシールもニトリのやつ。100均でもこういう木目状になったシール売ってると思うんですけど、カラー的に多分ニトリの方が自分的に好きやなと思って買ってみたものの、ここはね、うまくサイズがあったんですよ。ただ、こっちがね、やっぱ斜めでうまいことならんくって、ここも被せたらよかったんやけど、できひんくって、元々のこのベッドの色がここのね、すごい濃いブラウンなんですよ。注文するときにホワイトが良かったけど、このカラーしかもうなくって、いつ入荷するかわからんかったからで後悔してます。ただベッドを買い替えるようなことはね、せんでもいいと思って、これをやっと張り替えたんですけど、この部分とか貼ったんですけど、なんかもう力尽きて、サイズ測ったつもりでもこう引っ張りながらやってたら斜めになったりとか、長さが思ってたりならんかったりとかで、すごい難しかった。遠目から見たらちゃんと白いベッドっぽく見えるんで、ここら辺さえね、あと貼り付ければよかったんですけど、さすがにちょっとめんどくさくなってしまったんで、ペンキを塗ろうと思って、まあ、ここのね、3種類を買いました。ちょっとペンキ初心者なんで、なんか自分で動画とかを調べながらやろうかなと思ったんですけど、ローラータイプもあって、でもローラーより多分私ハケの方がね、扱えるなと思ったんですよ。ローラーがなんかちょっとムラが出そう、難しそうやなと思ったんで、どっちの方が簡単なんやろ。ここの部分とかもね、白くなってたら、あ、こいつ塗ったんやなって思っといてもらえれば。ひとまずちょっとこれ洗おう。なんだかんだでね、やっぱバターはこういうカッター入ってるやつあっても、包丁とかで切る方が一番やりやすいとは思うんですけどね。分かってるけど、楽そうと思ってつい買っちゃう。どうハマってんの？あー、なるほど。ここにカッター専用の、こう刺す部分が T 字みたいになってて、そこにはめ込む？逆さ向けて持ちひん。これいい感じ。あとはちゃんと、なんやろ、切りやすいかっていうのと、10g とか測りやすいのかっていう。一応こんな感じでね、ここの、この角に沿わせてバターをやる。よし。ここの隙間にはめ込むんですよ、この隙間ガードを。75センチを、ちょっとよくわからんけど、何気にゴミは入りやすい、この隙間に。噛み合わせ。あ、いけんで、別に。ない方がいいんかな。ないよりマシやと思ってやろう。前の IH の時より全然使いやすいわ。同じやつやけど買ったの。あ、全然一周足りました。これでもどうしたらいいの？最後のこの止めは。で、これをまあ定期的にちょっと汚れが気になってきたなって思ったら、わっ取り除くっていうわけ。結構余った春雨。よし、いい感じ。まあ、もし IH にしか使えませんよ、ガスには使わないでくださいねっていうことじゃすぐ取ろう。完全に水分を除去。蓋はね、バターってちょっと見づらいけど、こう、若干ここ文字がね、浮いてるんですよ。見えへんな。割と頻繁に使うから、元々のこのやつに入れたまま、ジップロックに入れてました。これをもうここにドンと入れていいってことやろ？これまだ使ってないか。使ったと思ってた。使おうとしてやめたんや。材料が足りひんくって。これが多分 200g やったはず。スーパーの。あ、こういうこと。で、取るときに、ちょっと今試しで1個やってみよう。ぐーって。これちょっと今冷蔵庫から出したばっかりやからあれやけど、こんな感じ。これが約 10g。まあ、でもお菓子作りでね、ちゃんともう 1g 単位でもミスをしたくないっていう人には向いてないかもしれへんけど、このカッターは大まかな約 10g っていうやつやから。
まあでも大体のね、なんかホットケーキの上に乗せますよとか、それぐらいやったら全然これで可愛い、いい感じ。よし、今手も汚れることなくここにね、買った収納できました。これすごい良かった。一番最初に買ったやつ全然100均とかじゃなくて1000円は知らんかったかな。でもあんま自分には合わへんかったけど、これは100円やけどすごい使いやすい、良い買い物でした。